ホロライブのオーディション厳しいよね、これ。もう今、本当にさ、他のアロメンがよく言うけど、僕今受けたら落ちると思うんだよな。どうかな。あんま自信ないな。もう求められることが変わってきてるし、増えてきてるって感じる。面接さ、ちなみに僕ヤゴーじゃないからね。ヤゴーいなかったよ。ミオシャいなかった。昔はミオシャいた。いや、僕で、の時はいなかった。僕は本当に一人の人だったね。一人の人と、ちょっと話して、って感じだった。動画を凝ったっていうか、マジでいきなり歌い出すみたいな感じでしたね。なんかさ、思うけどね、やっぱね、最初の5秒、10秒で、あー、この子は違うなとかさ、この子ありだなとかさ、決めるかなーと思って、その最初のところにかけたみたいな。もうそれ以外は何の工夫もしとらんねん。もうだって落ちたら、受けようと思ってなかった、全然。あ、そっかーって思って、全然、次行くとかもなかったもんね。可愛かった。いやー、そんなことはないぞ。多分。いや、運が良かったよ、マジで。ほんとに。いや、懐かしいよね。あの時からスタジオだってね、めちゃめちゃ広くなんだし、メンバーもたくさん増えたしね、タレントの。ホロライブの仲間たちがこんなに増えると思わなかったし、4期のデビューのこととかを思い返しますと、ぶっちゃけ僕は全く、なんだろう、食べていけないと思ってた。食べていけないと思うよね。だから、ある種、趣味みたいな感じでっていう気持ちでいたよね。まあ、収益通んなかった。まあ、そんなこともありましたけど、通ってからも不安だったね。来年もダメなんじゃないかとか、なんかそういう感じで来たね。なぜパワポだったのか。いや、わかりやすいだろ。パワポよ。さ、多分でも、知ってる人ももちろんいると思うんですけど、知らない人も多いと思う。当時、僕最後だったの、収益通ったの。おかしいよね、あれ何だったんだろうな。なんでかわかんないけど、収益通るのがいっちゃん遅くて、不安だったわ。びっくりして、どう僕、通ると思ったの。なんか言われてたんだよな。まあ、普通に通ると思いますみたいな。したら通んなくて、え?また1ヶ月後ですね、みたいになって、え?それは、なかなかやばいのではってなった。エロかったんかな?エロすぎたか?カナタソが。すいません。ここにいるだけでエロいか。ちょっと、その胸のセンシティブ判定厳しかったもんね。なんか今より厳しい時代はあった。今はだいぶ YouTube くんもエロ体制ついたんじゃないかな。大人になったんじゃないかな。思春期終わったかもしれんね。YouTube のね。